そこで出中堅だ卒業就活先生ラベナクラ多少苦行手取り15万なりのパウントに住んで社会人をスタートやりたくもない営業残業でも持っちゃいけない抵抗感を石の上3年というから日々の捨て地獄画面ブロックそうこうしてりゃそれはそれなり似合っていけてる俺は俺なりだが漠然と抱えてしまう不安このまま人生はどうなるか年収はほぼ変わらずでゆく飛行動機は浜ちまたね罪心じゃダメだ変わらなきゃいけない一票叩きつけた25歳行くよされていたの頃から広げてやれることはただでもまだまだ聞かないことばかりの泣きで見てた夢物語大人にはなりきれてないままこじらせひねくれた考え方でも世界よりつなぐ流儀中二じゃないけどまるで思春期社は退職たなるフリーター自称ラッパーかつバイトリーダーアンクラ転がるチャンスがあるはず今は下積みいつか叶うはず友達やたらと仕事に精出す生活良くすることがステイ出す周りを気にしてやられたメンタル堕落は贅沢やたら癖になる元カノ結婚子供も成長ポジトラ税金身の上の現状青春の延長は高い代償口から出まかせじゃダサ最後気づけば迷子で酒に溺れた朝方自分がダメに思えた時間はあるけど自由のない毎日を過ごしてた25歳不要されていたあの頃から広げてやれることはただでもまだまだいかないことばかりの泣きで見てた夢物語大人にはなりきれてないままこじらせひねくれた考え方でも世界より貫く流儀中二じゃないけどまるで思春期不要されていたあの頃から広がったやれることの幅でもまだまだいかないことばかりの中で見てた夢も物語大人にはなりきれてないままこじらせひねくれた考え方でも世界より貫く流儀中二じゃないけどまるで思春期